はい、こんにちは、ケイソーです。はい、どうもハネムンです。さあ、ペグリーやっていきましょう。シンボスが実装されてから何ヶ月経ったでしょうか。半年ぐらいじゃないですか。そろそろ見せたいねということで、前回クルシーボール15やって、まあまあ、はい、成功したんだっけ。大失敗しました。なので今日はまあここら辺のちょっとまだクルーシー4のやつを上げていきましょうか、ね、はい、やっていきましょう。ラウンドレル今回初挑戦ということで嬉しいですね。ラウンドレルなんかもう重なっちゃってあれだけど、あ、さっき見た単管ヒュージだ、どうする。さっき見た、さっき強かったよね。さっき見たって言っちゃった。あ、さっき強かったよね、1回目にやった時。これが1回目です。あ、そうなの。はい、これが1回目です。なるほどね。いや、さっきのやつ面白かったな。さっきの構築面白かったんですよ。まさかね、重ね重ねでね、積んでしまうっていうね。うーん、新しいオーブンを見せられたんですけどね。そうなんですよ。まあ、なるべく同じの取っていきたいですよ、もちろん。え、そうですか。そりゃそうでしょう、見せたいでしょう、さっきの。いや、もういいよ。我々で楽しんだからもういいやと、うん、いい、みんなにも見せたい、ぜひとも。なんかいいやつ来たんですよ。お金の所持数によって攻撃力が変わるみたいなね。まあそれは今まであったんですけど、ちょっと新しめのオーブでね、そんなのがありました。よっ。ああ、なるほどなるほど。なんかもう話すことなくなっちゃった。まあまあ、さっき散々話したから ね。久々のペグリンだね、みたいな。ね、言ってたんですけどね。ディスコード、だが、しょっぱいですね。ディスコードデバフプラス1か。まあ、デバフつけるよね、このキャラはね。ああ、確かに確かに。25だし、いいんじゃない?もらっちゃいましょうか。うん。やっぱちょっとずつね。どっち行こうかな。んー、どっちでもいい。5ダメージですからね、気をつけましょう。はい、さあ、ラウンドレルの能力与えたやつになんか適当なデバフ。はい、死亡。やったぜ、今適当なデバフ、ね、あ、今のはもう悟空ですね。ああ、やったぜ、やったぜ。あったっけ、そのないですね。ないんですけど。お、トゲトゲがつきましたね。決まりましたね、トゲトゲが。今宵もね、パリングダガーが変わったねみたいな会もあったんですけど、そうでしたね、パリングダワーダガーダバーパリングダワーも変わりました。具合悪い、もう具合悪いっすよ。とても具合悪いっすよ。爆弾でいいんじゃないの、もうで終わりだよ。ナイス、やったぜ。誰、悟空ですね。あ、悟空ね。右距離かな、コイン全部取って右で OK。 うん、全てを全てを裏切った。待遇みたいな感じ。コイン2枚取って左へね。全部逆のことした今。待遇は違うか、逆か。これは普通に爆弾を破壊することなく破壊しちゃうんだから、もう全部逆じゃん、もう喋んない方がいいよ。全部逆やってきますよ。もう逆らってきますよ、ね、全てに全てに。あ、いや、気持ちいいわ、逆らうの。尾崎豊がこんな気分だったんだろうな。別に尾崎豊が逆らったわけじゃねえだろ。あいつ逆らってるっしょ。あいつやめて、あいつ逆らわなきゃバイク盗まねえだろ。でもすごいね、今あんな歌出せないよね。出せないよ。あと若者、今の若者に刺さんないらしい。ああ、はい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 。バイク盗んで何なんですかって。かっけーってなんないんだろう。なんないんだよ。あ、まあ確かに俺も別になんなかったけど、うん、当時なんでそんな悪いことすんのって。別にね、まあ、当時って別に世代でもないし。あ、何それ、ピンポイッター。え、こんなんあったっけ。でも撮ったことあるっぽいね。増加量が2倍。まあでもちょっと腕前構築じゃないし、いらないんじゃないですか今んとこね。とかしましょうか。パーリングだが、現役17。ナイス。
コイン全部取って右で任してください。あーまあ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 そうなるよなそうなるよディスコードがちょっとダメージが高いね。うん、だから取ったのよ。クリティカル、ナイス。ぴょん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 って、ドーン。強。あー、ナイスリセット。強いね。パーリングだな。君強いね。ノークリティカル、ノークリティカル、イエー。おう、バッ、ノークリティカル、バッ、ノー爆弾、ノー爆弾、やー。コインが稼げて嬉しいね。おお、いいね。バラード、ま、稲妻ボール。パーリングだが、ゲーン22、イエーイ。イエーイ。右行きたいっすね。あ、アップね。回避したぜ。ああ、回避。幻影で、火回避したぜ。やったぜー悟空も出てきましたねやめて。まあどっちから行ってもリセットは踏んじゃうんで、右から行ってていいんじゃねえか。右から行くとクリティカルが踏めないかもしんないんだよね。クリティカル踏めたら美味しくね、これ。左から行ってピュンって行ってクリティカル踏めないんじゃない、踏めないかな。まあいいっすよ、踏めたらラッキー、ラッキ ー、やるや、運です。しかもリセットの位置もいいね。ね、これも運ですね。そんな悲しいこと言うなよ。運です、世の中。いやー、パリングだがもったいないな。もったいない、スキップの方がもったいなくね。関係なかったな。だってこれ20ダメージ確定だよ。まあこれは食らっちゃうね。うん、スキップしなかったら食らわなかった未来もあったんじゃないか。なるほど。うん、一旦あったんでしょ、こう。確かに。パーリングダーガー、目はどまい。これでフィニッシュ。はい、ナイス。なんか面白いとこないね。ちょっとための時期かもしれないですね、ここはね、はい。あー、まあ、まあ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 、悪くはないな。いいんじゃない。あー、宝箱最高だ。欲張りだ。デバフ宇宙ですよ。これ絡んでるね。右です、右です、右です。ノーチャレンジ。右です、右です、右です。でも右です、右です、右です。ブラボー、ブラボー。ゴミカス、ゴミカス。手を伸ばす、ど、なんだっけ、どっちだっけ。卵なんだよね。卵はもらえるんだよね。どれで卵。くぼみに手を伸ばすとトゲトゲボールじゃなかったっけな。木を揺らすと卵。敵だっけな。卵じゃないっけ。敵はないんだよこれ。敵はないのか。そう。揺らそう。どれかで卵。卵。オッケー。はい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 。はい。ああ、そっか、忘れてた、今ゴミゴミだったんだ。でも卵欲しかったしな、普通に。いいよ、俺は欲しかった卵。おー、いいね、爽やかポンチ、ね、どっちでもいいんで、これワンチャレンジ。ここでチャレンジすればよかったわ。うわー、勢いがいいね。うわー、右に行きたいときは左に打つ。左に行くんだからまあじゃあ左行くだろうね。まあさすがにね、さすがにね、爆弾が見えてますからもう。はい、2個当てたいっす。やった、3つ。おい、5つ。うん、5つ。いいじゃん。微妙ですね。しょっぱいですね。今はための時期かもしれません。卵強化できんのかな。卵強化できねえか。確かに、なんかここら辺が良さそうです。はい、はい、なんでもいい、なんでもいい。丸ノコ。クリティカルを2回発生させるとクリティカルアップか、ターゲットか。
ダメージとしては強くないけど、まあどちらでも好きな方で。スキップ。じゃあ左で。ランランラン。これは左ね。スキップ。ランランラン。わかんないよ。あぶねえ。バッテ強め。これ最強。アンビディクションにも強い。まあこれ、まあ、バッテとアンビ買うか。貯めてた甲斐があったね。うん、ナイス。じゃあ。素払い。ど根性のたすきね。これでチャレンジさせていただきましょう。頼む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 。 Z&Z 新ボスも見れねえ。そうなんです、ここスライムも変わりました。はい、これの反応はね1回目にしてるんで割愛させていただきますねスライムの面変わったねとそういう話はしましたもん。はい、はい、ね、開けて別にあれ採用すればいい。まあね、もちろんね、うん、それでもいいんですけど、クリティカル、あーそっちか。まあ開けていいんじゃない。開け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 爆弾爆弾ですね。 OK イン、避けもしましたね。素晴らしい。ほいほいと、あー1個爆弾が、ほいと、まあこれで HP 半分ぐらい持ってる。右からなんか入れますか。リセット踏んでもいいか。もういいか、右のやつはね。リセット踏んで中入れるかな。お、入れた。爽やかポンチが輝きましたね。強いね、サーポン。相手のデバフの量がすごい。デバフの量すごいけど弱えんだよな、別についてるデバフが。あー、トゥルッタか。さあ、飲み込まれて、爆弾2つ爆破させれば勝ちなんだけど。もちろんさ。ああ当たり前じゃん。ドン。素晴らしい。さあ決まりました。ギャンブルコインポイントの中に稲妻。なんかしょばい、しょばいな。しょばいね。陽金、万が一の葉っぱね。これはちょっとね。あ、でも今回リセット爽やかポンチがあるのか。爽やかポンチ万が一の葉っぱ構築ですか。あれ盤面の 8%昔は4つだったよね。なんか変わったか、これ。変わったね。変わったならもらいましょうか。盤面リセットし。8% か。どうなんだろうな。大体ダメなんだよね、これ。あんま良くない。うん、まあ、ポンチがあればどうなのと言ったところで。今日の配信はここまで。ここまで。卵は大事よ。はい。あ、ポンチレッツゴーよ。はい。え、うん、弱っ弱っ、一旦弱いな、一旦弱い。おお、なるほどなるほど。クリティカルはしたい。はい、ナイス。ノーポンチ、レッツゴーポンチ、ノーポンチ。よくないですねこれね。全然復活しない。ナイスポンチ、ナイスポンチ。死んでったね彼は。死んでったね。ナイスポンチ。おお、いいね。まあ、リセット多いから本当にポンチとのコンボは刺さってる。ただこれどっかで積みそうね、なくなっちゃうよねそのうち。必ず 8% 復活。どうなんだろう。まあ強め。はいはいはい。ランタンね。はい、貯めます。どっちも変わらん。右行きますか。ゴールドショップがあるんで。ああ、そうしましょうか。はい。素晴らしい。ナイス。うわーお。ワンチャン強化。普通に4つあるから。4つあるんだったら強化。まあでも両方か。いやいや、そうだな。こっちだと100ゴールドの価値があるよ。美味しいね。まあ、火力を上げていきたいですからね。そう。おお、ダブルポンチシステム。クリティカルはしない。レッツゴー。まあ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 、3号ね。レッツゴー、ね、レッツゴー。はい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 。貫通。リセット狙っていきたいね、もはやね。はい。ポンチ爆弾だね。まあ強いよね。ポンチ爆弾構築だ。まあ、だったらモンバトンとか欲しいね。
あーいいね、ウルトラポンチ。いやさすがにこれ、おいポンチ、大ポンチ、さすがにきついな、さすがにシコル弱いし。ザク、卵はパスだ、卵はパスだ。2パスできんのか、そういえば忘れてた。そうディクショナリーでな、今のはこのポンチのってあれよ、あのリセットか、そう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 、リロードあれだから、うん、いいダメージ、ナイス、うん、まだわかんないね、丸の子ね、まあ、強化、いや、いいか、行こう。さあボスか、いや、いいかな敵と戦いつつ、ほう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 、左リセット、メバ爆弾1個確定、確定だね、あれ左上ね、あ、ここも確定か、ここも確定だね。でも、入ればでしょ、両方入ります。それは、打ったら確定だから。でも、右側も、おわ、すげえ。おー、いいんじゃない、万が一の葉っぱ。まあ、リセットがやっぱ多くて、そのリセットが、なんかまあ、なんつうんだろう、ボムというかさ、ね、周囲爆発させるの強いね。活性化ボム、もう良い良い良い。しかも復活数もまあまあじゃね、 8% になったから、うん、前のやっぱ4つは弱かったんだろうね、さすがに弱いね。ここはね3コイン、いや6、オッケーオッケー、6ね、あと1個、あと1個、惜しい。5ダメージね、もうダメージはしょうがない。インフレチャージ、レッツゴー、ちょい遅めのタイミングだね。まあまあまあ、卵温存、はい、ここはちょっと無理だね、あそこやるのは、いくらお前でも、お前にはできないよ。レッツゴー、ナイス、死んだわあいつ。毒5つくの、あ、バッテか、バッテもいましたね、そういえば。これダイレクトいけんの、あー無理だよね。あ、ダイレクトやろうと思えばできますよ。あ、そうなの、できますよ、もちろん。やりましょうか、じゃあ。あ、お願いします。はい、うぅ、決まりました、本気出したよ、うん、イエーイ、できんだ、ウエーイ、俺の唯一の特技ですね。あ、出た。ディンボルね。ありましたね。さすがにだな。ちょっとね、あれ、オーブ、提示弱いですね。困りましたね、これじゃあね。まあ、ショップでちょっとね、はい、いい感じの。あ、それは下手なんだ。あ、すいません。さて、お、砂、ヒリヒューザー。これさ、一番右。あ、まあ、石は強くなるね。強いぞ、多分。割とあり、うん、今回石ころ強くしてるし、で、ごめん、他の見てなかったわ。宝箱、宝箱ね。え、レアリリックが出る確率が上がる？それなかったよ、多分下。あ、ほんとだ、追加されたね。多分ないよね。じゃあもらっちゃおう。まあ強いんだけどね、もちろんね。って感じだな。まあ石削除してもいいよ。47、ちょっと強いな、普通に強いな、やめとくか。じゃあ47まで育ったんならちょっと石も大事にしていこうか。あ、素晴らしい。さすがに石ころ4個強化はね、バケモン、あ、いいですね。うん、まあ爆弾から爆発させていきましょうか。47だもんな、うん、あー弱えや、それはでもしゃあない。よっ、ああノー爆弾ね。ちょっとこのステージスカスカだな。そうね、ちゃんと狙わないと。爆弾を、爆弾、爆弾、これでダメージを受けない。もう、あ、まだいるのか、後ろから出てくるのか、そいつ。許せん、いとっけもない、あいついなかった気がするんだけど。あ、それターゲットはできてんだ、ここ風緑だ。なるほどね、うまくできてますね、うん、でもう爆弾はないと。まあでもうちはリセットがある。うわ、いや、こいついなかった、マジでいなかった。いなかったよ、ね。いなかった。まあでも、うわー、ダメだ。
あ、でも投擲だから戦闘に当たるはず。クリティカル。しょっぱい。うん、本当にしょっぱい。避けた。ここで風緑でさ、アホみたいに回復してた時あったじゃん。だからそれ用にこいつが追加されたんだろうね、きっと。でも前に来てるから。あ、風緑で終わりなんだ。終わるんだ。うーん、風緑回復。なるほどね、対策はされてんだね、ちゃんとね。オッケー。左が美味しいかな。右でも美味しいよ。あ、まあ、でもそう、ショップがあるか。オッケー、じゃあ左行くか。まあ、でもインフレチャートだよ。あ、そっか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 。じゃあどっち行ってもいいや。うん、インフレチャート、インフレチャート。2円。いや、8円。あ、まあそうですけど、美味しい。あー、いいね。まあまあまあいいっすね。まあ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 。いや、さすがに左だな。左だな。ここはね。団長の思いでな。さあ、ボスらしいけど、こいつか。こいつは。初めてではないか。もう戦ったことあるけど、これ中ボスなんだって感じですね。ウェルカム爆弾だ。はい、ウェルバック。素晴らしい。バゴン。ドン。これも爆弾ですね。はい、この辺のオッケー。さあ、雑魚敵はよろしい。さすがに強いね。こいつが SP600 なんだよね。とてもいいですね。クリティカルすんだったら、あ、同じだね。あんま変わんないね。あ、爆弾にアクセスしてないんですよ。うん、まあ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 良いでしょう。クリティカルしたいな。この位置でどうだ。素晴らしい。爆弾にはアクセスしないんだ。まあそこそこのダメージ。まあ、あなた大丈夫でしょう。あわよくばクリティカル。ノークリティカル。いばらで2人とも止まってるわ。スターのおかげで。スターが寄られてるわ。スターは寄られた。お、まあ、下のケソポテトが。ここで出るんだ。見れましたね。1個前の回で見せてくれ。すいませんね。さて、あんま来ないっすね。なんかしょっぱいのばっかですね。まあ、いきますか。あー、これ強いよね。あー、おいしいおいしいおいしい。あれでも右も強くなかったっけ、これ。あー、強いね。まあ、か。これ強いよね、確かね。リセット時 7% の確率で。確かこれいっぱいリセットするんだから超強いよ、これ。あ、確かに。え、最強じゃないこれ。来たんじゃないこれ。強いわ。強いこれ、絶対。絡んでるよ。壁ヒットし、最大ヒットポイント。あ、あ、これもいいね。ありだね。デバフ要素。え、最強じゃん、これ。これ2つ買っちゃおうか。左に2個は買う。うん。リンゴ。まあ、リンゴも買ってもいいな。別に153コインあるし。まあ、それも買ってもいい。合成に行ったね。うん、いいんじゃない。さあ、リベンジといきましょうか。1回目失敗したことを引きずるなよ、お前。あ、ごめん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 。これは、そうね、それターゲット化だから、そっちの方が強いね。おお、グリッチが来ましたね。素晴らしいね。素晴らしい。盾持ちが来ましたと。爆弾だ！え？え？これ強いかも、マジで。うん、爆弾の量おかしいや。リセットで爆弾が出てきたってことでしょ？これ本来1個しかないもん、このステージ爆弾。ね、これやばいよ。あ、やばいな、これ。噛み合ったね。噛み合った。7% とはいえ、こんだけ、え、強っ。ああ、いいよ。とてもいいよ。包丁って貫通だっけ。あ、まあいいや、オッケー。お、インフレチャートですよ。行きましょう、ここの間で。はい、まあまあまあ、ま、なんとも言えない感じで、なんとも言えない感じで、はい、ターゲット。あ、ターゲットできる。よし、じゃあこれでオッケー。ターゲットして、うん、もうリセット踏んでもいいし、なんでもいいな。レッツゴー。おい、暴れろ。はい、暴れる。うわ、すげえ穴開くな。でもな、そうだね、サクッと。はい、これもターゲットか。ああ、ターゲット、ターゲットで運がいいね。こっちでいいスタート。うわぁ、うん、あ、よくないな、これな。あ、これトゥルリだね。トゥルリ、はい、もったいない。でもターゲットできな い, あ、もったいな。爆弾だな。オッケー、これは結構いくんだろうな。
はい、復活、はい、爆弾、はいはい、爆弾で殺しちゃえれば最高、はいはいはい、あ、殺した、おー殺した、よし2000通った、素晴らしい、これはでかい。まあクリティカルじゃなくてリセットいっぱいあるとこ行きたいな、ここら辺かな、あ、いいとこ行った、まあ無理だなこれ、だな無理だな、爆弾でちょっと跳ねちゃうね、跳ねちゃって運になっちゃう。でもさすがに真ん中に入るかな、これは。よし、うん、いっぱいリセットして爆弾産んで、強っ、すごい爆弾の数が、おリセット構築と見せかけた爆弾構築だと、うわすごい、やば、3つぐらい産んだら今、ね、今のリセット、うわもうすごいぞこれ、え、来たぞこれ、これいいね、始まったぞ。だからそれに準ずるやつない、ないね、あ、やばい死ぬでも今 HP163 ですよ、あのモンステラのこれもおかげもあって、んいくつからなんだっけ、 2?5? クルーシーによるんだよ、クルーシーでどっかでダメージが上がるんだよね、いけっか、やめ、でもど、え、サッパーのリュック死ぬ未来が、もしかしたら自爆ダメージで死んでしまうかもしれません。あ、え、なんだあのマーク、あれ、でもあいつじゃね、あいつ、まあ、あれ、まあ、マークが変わったみたいな、変わったよね絶対に、行こう、こわっ、すげえ食らうよこれすげえ食らう終わりました負けですこれ、回復踏んでこれ負けですやっちまいました。まあこのステージはねちょっとで、なんかさ自傷ダメージ減らすみたいなやつあったっけ、あるよね、あるよね、あちょっとそのレリックマジ狙いに行こう、半分削られました今、右行こう右行こう、まあ、でもこーわ、これ産むよ、産んだ産んだ、うわダメージでかっ、うわ爆弾踏まなくていい、左行ってくれ、踏まなくていいよ、いや全部踏んでくんだから3つぐらい、うわ2つ、あ大丈夫、回復踏んでHP166 もあんのにだねえ、こんな不安なことあるかい、右行きたい右行きたい、右行ったって硬いですよ右は、そこの爆弾はここの爆弾踏んでも多分自傷しない、すよし、こんだけ穴開けば、ああだったら左でもよかった、こんなに食らうのであればしかもしかも最後左行くしかも最後左行くのね、ゴールドショップが、まあいいでしょ、あーやばいかもねこれ、そうなんだよね、まあしゃあない撃とう、はい、しゃあないっすこれ、あでもあー爆弾は避けて避けて避けて1個で済んだ、すげえステージだな、爆弾の威力いかれてね、いかれてる、なんか絡んでるねここら辺のあって、うん、大変なことになってるわ、なんかやらかしてるねこれ、うん、うちらもやらかしてるこれ、そうなんだよ、うん、あはやばい、うわ痛い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 、モリウスフィアってなんだっけ、貫通するやつだっけ、霊感だね、はいはいはい、ここは踏んでいいんだよな、待って待って、ストーリーじゃねえや、ストーリーってなんだ、あないのか、まあ、ハテナマスをなるべく踏んでいくか、そうだね、レアも出るんでしょこれで、そう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 、ここは爆弾を爆発させて大丈夫だし、インフレだし、よしよし、もうビビっちゃってんだ、ビビっちゃって、うん、ビビっちゃってビビっちゃって、あーいらないいらない、ここでこんなのいらない、いらな、次のハテナは右、あー、まあ、右ボスは行きたいけどね、あー、まあ、まあまあ、ボスはいける、ね、そうね、はい、右左、おいいね、オッケー、あーまあかなりいいね、そこそこ、あこれも大丈夫よ。あのオッケー、まあどっち行ってもいいもんな。うん、本当に右行きたいけど。本当に行きたい。おーい。ビビリね。お。ああまあ潜り込ませましょうか。そう全然、ねうん、オーブ取ってないですけどね今回ね。まあ、ここは、まあ、左に行きたい気持ちはある。気持ちだけは。気持ちはあるんですけど。だよね。
わかるよ。うんですよね。あー、残念、しゃあない。まあ、はてなだから。OK としましょう。HP80 な、無理無理無理。これは無理。うん、そうだね。これ爆弾で死にます、僕。そうだね。はい。OK。ショップショップ、左。左のショップ。だから真下の、真下から。左と左。左と左だね。ここ頼むよ、頼むよ。あー、いいとこ行けないです ね。あー。笑っときましょう、はい、こうなったのであれば、はてなはてなはてな踏みまくるか、あー、ありはてなで逃げる、それかまあ普通にチャレンジして最悪右行ってもいいよ、ね、うん、チャレンジでいいと思う、うん、右行ってもいい、あ、もう全然チャレンジの意味もないし、もうすごいや、すごいんだから、うーん、怖えのボス、あ、ターゲット、あ、そうか、ターゲットしとけよかった、まあでも死ぬか、どうせ死ぬか、まあ戦闘は死ぬね、あ、どうせ死ぬ、はいはいはい、うん、お前は怖くない、うん、別にそう、うん、いくらでもダメージは出るんだ、怖えのは自爆ダメージなんだよ、怖えのは、うっ、うひょい、マイルド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 ね、右は行きたくないな、右がクリアなんだけど、ま、に2個、いい、2個ば、あ、ちゃちゃちゃ、まあ、いや、3つならいい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 、いや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 、おほぉ、回復、はい、と、上の愛みたいな、なんだ、ダクネスか、うん、オーバーが今回しょっぱい、かぼちゃのパイ、パイ怖いか、これ、パイはマジで怖いけど、まあ、強くて、クリティカルクリスは、まあ、いいんじゃない、それで、うん。パイで暴れても爆弾踏みまくられても困るしな、うん、まあもう適当でインフレチャートなんで、あ、え、適当が過ぎるかい、うん、大丈夫よ、そうかい、うん、それはもうリスナーの皆さんが言ってくださる、なるほど、うん、俺は黙っとこうと思いまして、適当が過ぎるな、おい、言うんだ一応ね、あー、まあまあまあ、に、うん、最低限の爆弾で、はい、オッケー、あいつが勝手に死ぬ、あ、やばい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 、ここやばい、ここやばいわ、いてーいてー、回復、はい、めちゃくちゃ回復、すごい回復、お、まあまあここもね、うん、そんなことある、まろやかね、でも強いな、まろやかね、やっぱな、はい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 、はい、まあこれで、あ、そんなことある、まあ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 、まろやか、じゃあこれで、あ、あ、あ、いや最後に、うわ、うん、回復、回復ここはもう自由に、はいはいはい、ここだけ自由にできる、でも全然いかない。いかない。不思議なもので。あー、まあ所持用部の半分ランダム削除できないので、そんなことしたら終わっちゃうから、一番近くにミラーオブゲットで使いますか。はい。さあ最後、半減。うん。うん。まあ。良いでしょう。いっぱいリセットするよこれ。いっぱいリセットするよ。ここに来て最後リセットの。そう、なんかもう画面の半分があれになっちゃってんだから、変わったね、新ボスじゃないよね、ああ、君だった、ああ君ね、さあどこに行こうかな、まあ負けるかどうかだけやね、まあ上にリセットがある、あそこに2個飛ばしリセットで、こうそうね、あ、そうする、一応ねパリングダガーにしといて、ここ、作るねー、リセットするたびに作るんだから、作るねー、作るねー、作るねー、チンコ、耐えた、よし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 、暴れようによっては自分も死んでたからな、暴れようによっては自分も死んでた、ああ、まあ、まろやかに、ね、まろやかに落ちてくれたおかげで、ああ、爆弾だけでボスワンタンキル、すごいね火力がね、まあ、今回目新しいオーブとか何もなかったですけど、はい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 、まあ、ちょっとよりも珍しいこの万が一の葉っぱとその爆弾を 7% で作るってやつとサッパーのリュックが絡んで、お、
まあ、すごいことになったっていう。すごかった。結構最速ぐらいじゃない？ 34 分。うん。早くね。早いね。だいたい1時間は少なくともかかるし、もうちょいかかるときあるよね。ステージ3が早すぎたかもしれない。もしかしたら。シャッ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 、ボン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 、回復、ボン回復、ボン回復。で、ここまで回復生んだ回数もトップじゃない。そうだね、踏んだね。普段あんま踏まないんですけど ね。だってリセットペグへのヒット数312だもん。相当リセットしたんだね。はい、はい、まあということで、うん、まあっっね、新ボスも新武器も見せられなかったんですけど、うん、こういう回があってもいいんじゃないかなと、はいはい、いうことで、はい、今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。